今日午前、広島市内の地下にある商業施設が1時間半ほど停電し、店舗の営業が一時できなくなりました。停電があったのは広島市中区の地下街神谷町シャレオです。シャレオを管理する広島地下街開発によると、停電は今日午前8時半過ぎに発生、すぐに非常用電源に切り替わり、通路は電気がついていました。しかし館内のエレベーターやエスカレーターが停止したほか、 ATM が使えない状態となりました。また店舗でも一時営業ができなくなりました。停電は1時間半ほど続きましたが、午前10時過ぎに復旧し、通常営業に戻ったということです。神谷町シャレオでは、電気を受けるコンデンサーの漏電があったとみて、原因を調査しています。